新アッシリア帝国の拡大は国家通信システムによる宮廷と中総督の間での通信の効率化と不可分だった。新アッシリア帝国の国家通信によってアッシリアを都心家たちは帝国全体で迅速かつ確実にメッセージをやり取りすることができた。メッセージは紀元前千年期初期に革命的だった駅伝制度によって送られた。メッセージは ラバで移動する君の機種によって運ばれた。機種が専用の駅に到着すると、メッセージは新しい動物に乗る別の機種によって中継された。駅は帝国の高速道路に沿って一定の間隔で配置された。機種の休憩時間と関係なく、メッセージは地帯なく送信されるので、システムは前例のない通信速度を提供した。これは長らく中東市場最速で、 後に電信が導入されるまで破られなかった。システムの効率性は中東における新アッシリア帝国の派遣と帝国全体の統一の維持に貢献した。このアッシリアの発明はアッシリアの通信ネットワークを継承及び拡張したアケメネス朝を含む後の帝国によって採用された。新アッシリア帝国はメソポタミアを中心とする鉄器時代の帝国だった。 アダドニラリ2世の知性は帝国の始まりとみなされる。彼とその後継者たちは、紀元前7世紀後半まで帝国を拡大させ、西のエジプトから東のペルシア湾まで中東の大部分を支配した。帝国が拡大するにつれて、様々な革新的な支配技術が導入され、それはローマ帝国やペルシア帝国を含む後世の帝国の手本となった。 シャルマネセル3世の立像帝国の通信システムは、シャルマネセル3世の治世中に導入された可能性がある。国家通信システムは、大帝国を統治するという課題を解決するために開発され、おそらく、シャルマネセル3世の治世中に始まった。当時、アッシリアはすでに中東で最大の大国だった。帝国内を支配して統一を維持するために、国王。 宮廷の交換及び州の総督は連絡を取り合うための高速で信頼できるシステムを必要としていた。アッシリアは困難な地形を長距離移動するためにラバを最初に使用した。これは今日まで続いている。画像は米国のグランドキャニオン地域で使われているラバ列車。長距離メッセンジャーはもっぱらラバを使用した。アッシリアはこの目的のためにラバを使用した。 最初の文明だった。ラバは、ユーロバとメス馬の雑種強制である。馬の強さとロバの頑丈さを兼ね備えている。繁殖力を持たず、手間のかかる訓練が必要なことから効果だった。しかしその体力と、丈夫さ、そして低い維持コストから、新アッシリア帝国の気候その他の条件においては、長距離旅行の理想的な移動手段となった。ラバは、 メソポタミアの至るところで移動を阻む小川を泳いで渡るのも得意だった。アッシリアの通信システムの機種は通常2頭のラバで移動した。そのため1頭が故障しても立ち往生することはなくもう1頭に乗り換えることができた。公式メッセージはリレー式に交代する機種たちが運ぶかあるいは信頼できる一人の死者によって運ばれた。液電性はアッシリアの革新であり、 それまでよりもはるかに高速な通信を可能にした。駅伝制では信頼できる単独の死者が全距離を移動するのではなく、別々の機種がそれぞれ工程の一部を分担した。区間は駅で終わり、そこで機種は新しい二頭のラバオと共に待機している新しい機種に手紙を渡した。休憩して動物の回復を待つ代わりに各駅で動物と機種が交代したため、 メッセージははるかに早く届けられた。騎士とラバはアッシリア軍から提供された。通信速度が求められない場合には信頼できる単独の使者により運ばれることもあった。この方法は非常に機密性の高いメッセージを送る場合やその場での回答が必要な場合に好んで用いられた。皇太子、センナケルブから父親のサルゴン2世への手紙のように両方の方法が 同時に使用された例もある。新アシシリア帝国は帝国のすべての地域を結ぶ高速道路システムを構築した。これらの道路はフールサリと呼ばれ、遠征に使用した軍用道路から発展した可能性がある。この道路網は継続的に拡大され、シャルマネセル3世とティグラとピレセル3世の地勢に最大規模の拡大工事が行われた。イスラム世界の対象宿のように、 アッシリアの道路駅は長距離の旅行者に避難所と物資を提供するための施設だった。ただし、キャラバンサーライとは異なり、アッシリアの駅は公用専用だった。国家通信をサポートするために帝国の周総徳たちは王の道に沿って一定間隔で駅を整備した。駅はアッシリア語ではベットマーデティと呼ばれていた。ここで騎手は新しい騎手に手紙を渡した。 駅はニップルのようなすでに存在する都市内に置かれることもあったし、遠隔地では独自に孤立した集落を作ることもあった。駅間の距離は約35から40キロメートルだった。駅は機種、死者、およびその動物に短期間の休憩所と物資を提供した。これらの駅は遠距離移動に休憩所を提供するために特別に建てられたという意味で商業旅行者のために イスラム世界全体に建てられた後の対象宿に相当した。しかし、キャラバンスアライとは異なり、アッシリアの道路駅は国家通信専用であり、個人旅行者には開放されていなかった。この駅は特定も発掘もされておらず、歴史家はアッシリアの文書からの情報しか得られていない。帝国の国家通信の使用権限はアッシリアの高官たちに限定されていた。 古代オリエント史の教授であるカレン・ラドナーは、アッシリアの偉大なものと呼ばれる約150人の高官たちがそれを利用できたと推定した。彼らは皆、その権限を示すためにメッセージに刻印するためのアッシリア王室の印象を持っていた。印象は横向きのライオンと戦っているアッシリア王を描いており、帝国全体で認められていた。国家通信を使用して、 送れるのは、これが記された手紙だけだった。国家通信用のメッセージの形式は、帝国全体で統一されていた。メッセージの本文は、およそ携帯電話サイズの粘土板に刻まれた。そしてその外側を、封筒に相当する薄い粘土で折って封印し、宛先などの必要な情報を記載した。カレン・ラドナーによれば、西の国境地帯であるクへから、 アッシリア中心部までのメッセージの伝達速度は5日未満だった。これは最もよく知られた王の道の一つだったが、直線距離で7 0 0キロメートル離れており、山岳地帯や丘陵地帯はないが、道中でユーフラテス川とティグリス川と多数の支流を横断する必要がある上に、それらのいずれにも橋はなかった。この通信速度は前例のないものであり、 オスマン帝国時代の1865年に電信が導入されるまで中東ではこの速度を超えられなかった。宮廷と地方の間の迅速な長距離通信は帝国の統一にとって重要であり、中東における新アッシリア帝国の支配を支える要因の一つだった。マリオ・リベラーにはアッシリアをコミュニケーションの帝国と呼んだ。カレン・ラドナーは帝国の国家通信が おそらく、アッシリアの統治技術で最重要な役割を果たし、帝国運営のための標準的な技術になったとした。アッシリアが開発した、このシステムは、広大の帝国でも採用されている。アッシリアの通信システムは、ペルシア帝国によって大幅に拡張された。また、このシステムは、19世紀のアメリカ西部で使われた、ポニーエクスプレスの原型でもある。また、 信頼できる死者が全距離を移動する代わりに無名のメッセンジャーたちによって中継していくという考え方は今日の郵便制度の基礎でもある。ありがとうございます。